イエスマグビです。クリスマスバージョンでお届けします。渡辺謙さんと交際中の女性との初のツーショット姿をキャッチしました。12月の中旬、東京の都心にある公園で愛犬ランとフリスビーをして遊んでいた渡辺さん、すぐそばでその姿を見つめていたのは、2017年に週刊文春で不倫相手と報じられた21歳年下の女性でした。渡辺さんの知人によると、今は映画撮影中なので軽井沢ではなく東京を拠点にしているとのこと。3年経っても交際は順調のようです。ニュースマグビ